久保さんじゃあ、この猫にしましょうか。猫。まあ、あの、犬か猫かっていう、ね、えー、僕はよく、犬と猫どっち好きですかみたいなのあるんですけど、僕は猫派なんですよね。どっちが好きかっていう。まあ、犬も可愛いんですけどね、僕は猫ですね。まあ、猫といえば、なんか猫がネズミを取るみたいなね、ありますけど、うーん、なんかね、うーん、うーん、 まあ、ほとんどの人が、うん、僕ね、孫さんの話が、孫さんのこの言葉が好きで、未来のことはわからない。確かにそうだと。でも、その未来のことはわからないって言ってる人たちは、本当の本質は未来のことを考えようとしていないのではないかと。もしそうであるならば、それは良くないと。未来は訪れると。 まあ、ここからは、まあ、僕の肉付けというかね、まあ、あれなんだけども。いや、未来は訪れるわけじゃないですか。生きてればね。まあ、もちろん明日死ぬかもわかんないですよ。僕も今日死ぬかもわかんないです。だけど、死ななかったら未来訪れるわけじゃないですか。まあ、平均寿命が、もう、て算出されてるわけですから。だいたい、まあ、久保さんも、このまま行けば、ね、80、90ぐらいまで生きるかもしれないじゃないですか。 じゃ、その、久保さん50ですよね。じゃ、平均寿命がもう全員50ぐらいで死ぬって言ったらもう久保さんもう寿命だと思うんですけど。どうすかね、今。平均寿命のデータでも出てるし、だいたいまあ、医療も進んでるし、わかってるじゃないですか。じゃあ、普通に生きてれば、まあ、それぐらい生きるようなってわかるじゃないですか。ね。これ別に不思議なことでもなく。でも、もちろん明日死ぬかもわかんない。今日死ぬかもわかんない。それはわかんないです。だけど、それを考え、 ることも大事だよよねと僕は思うわけですよ、うん、だから、今月の売り上げを出すって、まあビジネスライクに言うんだったら、今月の売上今日の売上今日いくら稼いだのか、今月はいくら稼ぐのか、じゃあ1年後2年後どうすればいいのかっていう、10年後どうすればいいのか、20年後どうすればいいのかっていうのを考えるっていうのはすごく大事なのかなと思います。で、僕はこういう考え方ができるようになったのは、やっぱその、やっぱそのサラリーマンじゃなかったからですね。 うんまあもとね、あのー、なんだ、前職で社長まで行って社長を退任して今社長なんですけど、だから多分社長になったからこそうん、そういう考え方ができるようになったのかなっていう会社のことを大きく考えないといけない。まあサラリーマンの場合は会社のことを大きくじゃなくて、目先のボーナス、目先の給料ですよね。給料が少ないとか、手取り14万かとかね。今自分の 仕事がしんどいとか、今のもらってる給料のこととか、年収のこととか、ボーナスのこととか、会社全体の経営のことは考えないですよね。10年後、20年後の会社の経営のこと考えてます手取り14万がふざけんなって言ってる人が、10年後、20年後、30年後の自,自社のね、自分の会社の経営のこと考えてないだろうし。うん。だから僕はまあ、ラッキーだったのは、やっぱそこを見れるようになった、考えられるようになったっていうところが、やっぱこれ普通に生きてたらね、多分考えないですよ。 僕も多分今偉そうに言ってますけど、サラリーマンだったら考えないですよ。本気で会社の経営のことをサラリーマンにいながら考えないですよ。麻雀店でバイトしながらね、麻雀店でバイトしながら、麻雀店の経営のこと考えてるバイトはいなかったと従業員言いました、久保さん。久保さんの経営、久保さんの麻雀店の経営をね、本気で真剣に悩んで考えて実行してくれる社員はいましたか これね、多分ね、いないんですよ。ま、いたらラッキーですね、その会社は。てか、いないですね。うん。もしいるんだったら、その子は、あの、自分で会社作ってます。<laughs> 多分 <laughs>。多分ね、これほぼいないですね。うん、もちろん、絶対ではないかもしれないですけど、ほぼいないです。でも、いたとするならば、その子が自分で起業してるよねって話で。 だ僕も結局ね、こういう考え方ができるようになったからっていうのもあるでしょうね。その自分で一人で起業するっていうのを選,選べた理由は。もしサラリーマンの考え方だったら多分グループ会社に残るはずなんですよ。そっちの方がなんか一応安心というかね、なんかその何ですかね、まあいろいろ担保、ね、あの、付けもこっちで持つよっていう借金もね、これ残るんだったら払ってもいいよって言われたわけですし。うん そうだから僕はまあ最初はそういう考え方はなかったけどまあそういう考え方ができるようになったって感じですねその,あのなんだ位が上がっていく上でうんうだからまあ僕はまああのー、今も大事だけど全部大事だってことですねそれを考えてやっていかないといけないよねっていううんまあほとんどの人はなんかそこを考えてないんじゃないかなと思いますね てか考えてないのが逆に言うと別に悪いわけじゃなくて普通なのかなっていう。だって考える必要はないじゃないですか。考えなくても会社行っとけばある程度給料もらえるんで別に考えなくても給料もらえるじゃないですか。会社の経営のこと考えなくても給料もらえません別にもらえるでしょう。で会社が赤字だったとしても給料もらえるでしょう。どうですか。トヨタが赤字出しました。ソニーが赤字出しました。赤字が出てるんで給料は出しません。ないですよね。どうですか。赤字が出て,出てますって言ってもね、給料出るじゃないですか。 不思議ですよね。うん。い,いってらっしゃい。